Welcome to my channel. This is 3P Boy speaking. Your first inspo is here. はい、ということでこんにちは、 3P Boy です。海外の方も見ているようなので英語の挨拶をちょっと始めてみました。まだまだしっくりは来ないので、キャッチーなアイデアがあったらぜひコメントで教えてください。今日はですね、バレンタインにチョコレート以外で欲しいものについてお話ししたいと思います。バレンタインといえばチョコレートが定番なんですが、お相手が甘いものが苦手だったりとか、チョコレートにプラスアルファで何かをあげたいという方もいらっしゃると思いますので、そちらにフォーカスした内容にしたいと思います。また今回はですね、僕スリーピーボーイに加えて僕がイケてると思うメンズ7人にお話を伺いました。そのメンバーはですね、宮永エイトさん、吹春雄介さん、ガーさん、龍也長野さん、小林拓也さん、レンヤさん、エビスジャップの森山さんです。この7人個人的には非常に豪華なメンバーだと思います。しかも7人全員ジャンルが少しずつ違うので、今回の動画は非常に参考になるものになったと思います。好きな人にあげるのはもちろん、友達、職場の方などプレゼントの参考にしてもらえると嬉しいです。ということで早速本編に行きたいと思います。ということでまず僕の欲しいものから紹介したいと思います。このチャンネルを見ている方はご存知の方も多いと思うんですけれども、僕はすでに結婚をしております。なので今回はですね、既婚者目線で欲しいものをお話しさせていただきます。僕が欲しいものは2つありまして、1つ目はハンドクリームやボディクリームなどの保湿剤です。顔は結構油分多めなんですけど、手の甲とかあとはお腹周りは冬場になると結構乾燥しがちでカサカサになって痒くなるんですよ。基本的には11月の終わりぐらいから2月ぐらいまでハンドクリームとかボディクリームが欠かせない体質でして、クオリティの高い香りがいいものとかになると自分だと買いづらいので、こういった時にプレゼントでもらえると嬉しいです。男性女性関係なく手とかは消毒とかで乾燥しがちなので、まあ誰にあげてもハンドクリームとかは嬉しいかなと思います。僕がよく使ってるのは工具というブランドのハンドクリームです。モスっていう香りのものになります。結構保湿がしっかりされてるので、こんな感じの柔らかめのテクスチャーなので、だいぶ肌が守られて心地いいですね。香りもね結構良くて、違う匂いとかでもらえたら嬉しいかなと思います。僕が欲しいもの2つ目はヘアケアの商品です。僕の家系は代々薄毛に悩まされる人が多くてですね、僕も例外じゃないのかなというふうに思ってます。薄毛って女性の方が思う以上に男性の方は気にしていて、僕のね知り合いでも大学生の頃から予防してる人がいるぐらい皆さん気をつけていることかなと思います。僕もこの 1,2 年ぐらいはちょっと気をつけようかなと思っていろんなものを取り入れるようにしたんですけど、最近は洗わないトリートメント、このレタッチさんが出しているケアミルクを使ってます。髪の毛にこう栄養を与えてセットしやすくしたりとか、パサつきをなくしたりするっていうので結構効果があって、僕は非常に気に入ってるんですけど、あとはシャンプーとかね、リンスとか髪の毛をしっかり洗えるものとかもらえると嬉しいかなと思います。自分だとなかなかね買いづらい価格だったりするので。ただ薄毛とか、まあ、髪の毛事情って結構デリケートな話題だったりすると思うので、関係値があるカップルであったりとか夫婦の方とか、そういう方がお相手にあげるというのは結構いいのかなと思います。以上が僕の欲しいものでした。ということでここからは僕がイケてると思う7人の方の欲しいものをご紹介したいと思います。まず1人目は宮永エイトさんです。こんにちは、大人男子ラボの宮永エイトです。僕がバレンタインにチョコ以外で欲しいものはズバリ化粧品です。化粧品はね、女性からもらって新しく挑戦できる領域だと思うので、これを機にもらって新しいものに挑戦したいなというふうに思っております。男性受けがいいものに関しては、一つ目はイプサのタイマールアクラという化粧水ですね。ビジュアルもかっこよくて大人ニキビにいいってことで結構受けがいいと思います。二つ目はメゾンマルジェラフレグランスのレプリカという香水の10ミリ小さいやつですね。これは持ち歩きにもいいですし、新しい香水っていうところで、まあ、プレッシャーなく3000円ぐらいで買える商品ですので、こちらも非常におすすめです。ぜひ参考にしてみてください。
このチャンネルを見ている方、結構ご存知の方も多いと思うんですけれども、大人男子ラボということで、大人な男性の身だしなみについて情報発信をされている方で、先ほど紹介したこのレタッチのヘアミルク、僕も愛用してるんですけども、これもプロデュースされてます。そんなエイトさんが欲しいものは2つあるそうです。1つ目は化粧水で、おすすめのブランドはイプサだそうです。僕もねすごい気にはなってるんですけど、ちょっと価格が高いので自分ではねまだ手が出せてないです。最近は結構美容に気をつけている男性の方も多いと思いますので、こういう時にプレゼントでもらえたら確かに嬉しいかなと思いますね。もう一つが香水ですね。容量はだいたい 10ml ぐらいで、ブランドはマルジェラがおすすめですということでした。 10ml だとこれぐらいになると思いますけど、使い切れる量でもらえるのは嬉しいですね。カップルや夫婦だったら、その香りが気に入ったら一緒に大きな容量のものを買えばいいと思うので、次につながるいいプレゼントだと思います。さすがエイトさんです。次のイケてるメンズは吹春雄介さんです。今出てる写真を見ていただくと分かると思うんですけど、本当に河内を体現された方です。本業のお仕事をされながら、インフルエンサーとしてブランドのプロデュースであったりとか、カレーのプロデュースとかもされてて、マルチに活躍されてる方です。そんな吹春さんが欲しいものはコーヒー豆だそうです。コーヒーは味だとか香りがいろいろあるものになるので、相手の好きなものをちゃんとヒアリングしてあげることができれば非常にいいプレゼントなのかなと思いました。こんな感じでコーヒー豆を保存する容器も一緒にあげたりだとか、飲むための器具を一緒にあげるっていうのもプレゼントとしてはいいかもしれないです。3人目はガーさんです。こんにちは。大阪を拠点にモデル業やったり、テレビへの出演など、あとは YouTube 活動もやっている小川祐希と申します。今回バレンタインにチョコ以外でもらって嬉しいものっていうことで、自分はねもともとお酒がめちゃくちゃ大好きで、なんとなく禁酒してたんですけど、この2023年はお酒を解禁したっていうことで、おしゃれなお酒をね選ばせてもらいました。見た目もおしゃれで、まあ、プレゼントにもぴったりじゃないかなと思うのと、味も美味しくて、とあることをするとね色が変化するっていうのもね、一緒に飲んでて楽しいんじゃないかなと思うので、異性へのプレゼントにおすすめじゃないかなって思います。そんな感じです。ありがとうございます。この方も本当にマルチに活躍されている方で、僕のブランドはなんと3つディレクションをされてて、しかもヘアサロンもプロデュースしてるという、めちゃくちゃ多彩な方ですね。しかもイケメンと。そんなガーさんが欲しいものはですね、おしゃれなお酒そうです。おすすめいただいてます。セイランというお酒で、めちゃくちゃビジュアルがいいんですよ。日本酒なんですけれども、ハーブが入っていて作り込まれたお酒のようです。こういうおしゃれなお酒でなかなか自分では買わないと思いますし、これだけビジュアルがいいと誰かと一緒に楽しみたいっていう風にもなるのでね、素敵なプレゼントだなと思います。イケてるメンズ4人目はリュウヤ長野さんです。リュウヤ長野さんはカフェ関係のお仕事をしたりとか、ブランドの運営をされたりしてます。この方もマルチな方です。僕彼の写真が好きでよく見てます。そんなリュウヤ長野さんが欲しいものはハンカチだそうです。おすすめのブランドも聞いてます。サルバトーレフィカーラだそうです。めちゃくちゃかっこいいですよね。スーツに合わせたくなるようなデザインですね。僕はこういったいいハンカチを買った経験があまりないので、誰かにもらえたらとても嬉しいと思います。実際リュウヤ長野さんもハンカチをプレゼントでもらって印象に残っているということでしたので、バレンタインとかこういう異性に何かをあげるタイミングのプレゼントとしてはかなりいいアイテムなのかなと思います。次のイケてるメンズは小林拓也さんです。動画をご覧の皆さん、はじめまして、拓也小林です。普段インスタグラムの方ではライフスタイルを発信している会社員です。まあ消耗品であったり、こうライフスタイルの中で落とし込めるアイテムをいただけるとすごい嬉しいなと思っていて、一番最初に思い浮かんだのがスティエド・ピラントさんっていうところのブランドから出てるイノセンスお香なんですけど、個人的にはやっぱチョコレートもこう食べたいので、チロルチョコレート1個とこのブランドのお香をこう一緒にもらえると、まあ、すごいセンスのある方だなって
個人的に思います。彼はですね、東京で PR 関係のお仕事をされてまして、バチバチにかっこいいファッションとお顔立ちをされてます。昔僕が大学生の頃に会った時もかっこよかったんですけど、今はより洗練されてかっこいいですね。そんな小林拓也さん、改めコバくんが欲しいものはお香だそうです。ブランドのおすすめも聞いてます。アスティ・ドゥ・ヴィルです。消耗品とか生活の中で使えるものだと嬉しいとのことです。あとはお香とかこういった香りのものはいろんな種類のものが出ているので、そこの中からね、自分に合うものをチョイスしてもらえるというのも嬉しいみたいです。先ほどご紹介した宮永エイトさんの香水もそうなんですけど、香りは好き嫌いが分かれるので、相手のことをちゃんと考えないとなかなかあげられないプレゼントかなと思います。その分気持ちも伝えやすいと思うので、好きな人にあげるとかそういうタイミングには合ってるかもしれないですね。次のイケてるメンズはレンヤさんです。最近勢いのある古着屋さんクオンのバイヤーさんをされていたり、ブランドのプロデュースもされているという、これまたマルチな方ですね。色使いが上手でめちゃくちゃかっこいいんですよ。僕のジャンルとは違うんですけども、よく見させていただいてます。そんなレンヤさんが欲しいものはアロマキャンドルだそうです。ブランドのおすすめも聞いてます。ディプティックやメゾンマルジェラだそうです。どちらもインテリアとしておいても成立しますし、香りも非常にいいです。先ほど紹介したお香とか香水に近い香り系にはなるので、好き嫌いは分かれるんですけども、がっちりハマればね、非常に喜ばれるプレゼントなのかなと思います。最後のイケてるメンズはエビスジャップの森山さんです。僕の人生で会ってきた中で一番イケメンです。そんな森山さんなんですけども、エビスジャップという YouTuber として活躍しながら、ナルシストというメンズコスメブランドもやられているという、これまたマルチに活躍されている方です。そんな森山さんがチョコ以外に欲しいものはですね、特にないということでした。ただあえて言うなら寿司屋さんに連れてってほしいということでした。森山さんらしい回答かなと思います。森山さんのお話を聞いて、物をね、送るっていうだけが全てではないのかなとも思いました。その分のお金を一緒に過ごす時間に費やして、思い出を送るというのもいいプレゼントになるんじゃないでしょうか。以上がバレンタインでチョコレート以外に欲しいものについてのご紹介でした。今回はですね、イケてるメンズの方々それぞれに色が出ていて、非常に興味深い内容になったと思います。皆さんは今年バレンタインで何が欲しいですか？それともあげる方は何をあげますか？僕もそうですし、見てる方も結構興味があると思うので、ぜひコメントで教えてください。ということで今日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。